こんにちは、こじこじです。今回は蔵出し動画ということで、新春に秋葉原で購入した福袋2つ開封しながら、僕がね、ちょっと雑談をしていきます。先週の動画で30年前のね、自作PC が流行り出した頃、自作 PC、黎明期とか創明期のね、パソコン組むよってパーツをね、紹介させていただいたんですけども、先週1週間頑張ったんですけどね、全然ね、うまくいかないということで、ちょっとメンタル落ち気味で、もう何したらいいんだろうということでね、秋葉原ってね、新春いっぱい福袋売ってるんですけども、ノートパソコンのジャンクとかね、買えなかったらどうしようということでね、バックアップに買っといた福袋をね、はい、蔵出ししてきて、開封していきます。で、今年参考レアモノショップのねジャンク福袋売ってなかった、新春ですね、売ってなかったんですけども、末広町の方にね行った時にホビーショップでこういった感じでごちゃごちゃってね福袋いっぱい置いてありまして、 PSP 福袋が1000円、おもちゃ福袋が500円ということでね、合計1500円分のねゲーム PSP とホビーのね福袋開封していきます。それではね、どっちがどっちだろう、うちの小さい方が PSP ですね。 PSP 1000円の方からね開けていきたいと思います。今年はね本当にね厄年、全然厄年にはねまだ年齢的には遠いんですけども、厄年なんじゃないかってぐらいね、本当にやることすべてうまくいかないんですよね。去年の PC8001、 今年の PC98UF、 そして今やろうとしている30年前の自作 PC、 どれもこれもねうまくいかない厄年っぽい感じです。ということで、ね、福袋開けました。これめちゃくちゃ軽いんですよね。1000円でこの軽さってありみたいな軽さです。ソフト1本にガジェット1個なのかな、そんな感じです。それではソフト、まずおいしょっと、おっとおっと、一応未開封品ですね。こういった感じで、はい、照明当たってこうテカってるの分かると思うんですけど、未開封品ですね。ちょっと分からないで読みます。スクールウォーズ卒業戦線ということで、まあ、多分この並び女の子一人に、男の人いっぱいなので、ネオロマンス系ゲームだと思います。多分管理番号だと思うんですけども、1128番号書いてありました。福袋なんか当たりとか外れとかやっぱりね番号で管理してるのかなって感じです。声優さんが豪華ですね。何見川大輔さん、桜井さんとか日野さんとか藤原さん出てますね。野原ひろし役の人、藤原さん今もうお亡くなりになられてね、ここ最近ねベテラン声優の方がねめちゃくちゃお亡くなりになられていて、先日ねエヴァンゲリオンのね冬月先生の声とか、ナリアの、ね、ガーゴイルの声の方、あともう一方、ルパン三世の次元の方とかねお亡くなりになってね、本当ご冥福お祈りしています。これでいいのかな、ちょっとなんか手のポーズおかしかったら申し訳ありません。はい、まあとにかくね声優陣、男性声優陣が豪華です。これは普通にね声優好きの男性がやってもね楽しめるゲームなんじゃないかなと思います。ストーリー的にはもうすぐ2月も終わりという頃、主人公は無事卒業式を迎えた。はい、高校の卒業式ってね若干早いです。僕は大学がね全然受からなくて、高校の卒業式の日にちょうどね試験があった、もうなんでね、なので、ね、卒業式行ってないんですよ、高校の卒業式で。勝手にね高校行って卒業証書もらってるので、多分ね僕の周りの、ね、友達の人ね高校卒業してないんじゃないかと思ってる節があるんじゃないかね、そういう疑惑があったりします。そんなこんなでですね、高校最後の1ヶ月のお話を描いているそうです。全然知らないですね。はい、これからね夏休みが終わっちゃうということで、ね学生の方、夏休み終わるとねメンタルへこむ方多いですよね。僕も高1の頃ね、まあ何ですかね、はい、学校入ってすぐ友達できるようなタイプじゃなくて、まあ2学期になるとね友達がいる、自然といるタイプだったので、夏休みってほんとね高校1年生の夏休みってどこにも出かけることなくねずっと家にいたっていうね思い出があります。はい、それではガジェットですね。ガジェット PSP のガジェット、こんな感じ。よいしょっと、おっと、これはなんか懐かしのユニットですね。 GPS かな、ワンセグかな、箱付きの GPS レシーバー、懐かしい。一応買った感じでサンキューってシール貼ってあります。中古なのか新品なのかわかんないんですけど、凄まじい感じの日焼け。ただ箱付き、新
品かな、このなんか汚れのなさ。これはこれでちょっとレアいですね。うわうわ、あ、なんか残り一つおまけ入ってました。おまけです。おいしょ、稲妻イレブンかな、タカラトミーの稲妻イレブンライセンスカードですね。 NFC チップ搭載本格仕様ライセンスカードということで、あったのかな、ゲームセンターで稲妻イレブン。そういえば見たことない気がするんですけども、はい、それに使うカードのようです。もう多分使えないと思います。ちなみにこの稲妻イレブンのね、カードの中身ちょっと見てみます。キャラクターとかね全然知らないので、ね、何もねお話しすることないかもしれないんですけども、おいしょっと、お、主人公じゃないかな、なんか、このパッケージに書いてあった、はい、キャラクターと一緒ですね。稲森アストということで、結構カード自体はしっかりしてるカードで、なかなかいいカードですね。はい、フォワードみたいですね、選手的にね。これはお得なのかお得じゃないのか。まあ、秋葉原で言えばそんなにねひどくない方かな。まだ GPS レシーバーとか入ってるのでね、箱付き、それも新品なのでね、良心的かなと思います。で、多分なんですけども、ここまでね僕の動画見ていただいた方ならね、ちょっとわかると思うんですけども、僕最近ちょっとねなんか迷走気味なんですよ。まあ厄年じゃないんですけど、厄年っぽい感じがしているってお話しさせていただきました。で、そういう時ってね、本当にね、あの、負のね、連鎖というか、負のループなんですよね。一回うまくいかなくなると、うまくいかないっていうことで焦ってしまって、ちょっとなんか無理やり動画を出す。なんかね、むちゃくちゃな動画やっちゃうんですよね。例えば、レトロ PC を修理するとかね、そういったむちゃくちゃな動画をやって、やっぱりちょっと自分のレベルと合ってなくて、むちゃくちゃなことってやっぱりうまくいかないので、うまくいかない。うまくいかないとまた焦っての、今一番ね、わかんないのが自分、本当にうまくいっていない感じ。僕、こじこじ、どんな動画がね、今まで一体面白かったのか、全くね、わかんなくなってきちゃいました。で、最近というかね、去年の冬頃、ギター弾いたりね、コスプレしたりね、よくわかんないことね、してると思うんですけども、僕の動画見てくださってる方、で、こじこじのちょっといいとこ見てみたいじゃないけどね、こんな動画、また見たいよっていうね、動画ありましたね。コメント欄にたくさんコメント書いていただけるとね、これからのモチベーションというか、どんな動画やろうかとかね、方向性決めるのにね、もう大変役に立つので、コメントをいただけると幸いです。それでは後半戦。おもちゃの福袋、こっち確か500円だったと思います。それでは開封します。本当にね、もううまくいかない、まあいろいろ難しいので、落としどころ考えてる感じです。こちらは1箱2箱3箱入ってるかなって感じです。それではちっちゃいのからいきます。まずはエヴァンゲリオンゲーミングフィギュアということでね、エヴァンゲリオンのゲーミングフィギュア、スマホゲームに直接リンク、リードコンと別売りと連動ということでね、ラインナップ、こういった感じですね。とりあえず主要メンバー全部いるかな、シンジ君に、レイに、マリに、ミサトさんに、レイがバージョン違いがいて、トウジもいて、マヤさんもいて、ヒカリもいて、コウゾウもいて、またシンジ君いますね。アスカが一つ。ケンスケがいるのか、なんか足りない人がいる気がするんですけども。まあ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 、気にしないことにしましょう。これは未開封品かな？一応未開封品っぽいですね。せっかくなのでね、誰が入ってるかで、ね、開けたいと思います。てか、どんなフィギュア入ってんだろう、すげえ楽しみ。はい、誰が足りないか、お分かりいただけましたでしょうか。カオルくんがね、カオルくんがいない。はい、裏切ったな、カオルくんがいないおもちゃなんているわけないじゃないのか。フィギュアだと絶対当たり枠なのにいないっていうのもどう。あ、先ほど話したね、冬月先生いらっしゃいますよ。冬月先生ね、京都大学のね先生っていう設定だったと思います。なのに何ですかね、生徒が開く飲み会とかにね参加してくれるんですよ。さらにはなんかしんじくんのお母さんですね、はい、と一緒、あと玄度さんも一緒かな。山登ったりね、結構なんか楽しそうなゼミですよね。はい、冬月先生のゼミに入りたいということで、おいしょっと、あ、これは当たりなんじゃないですかね、はい、綾波ですね、はい、綾波のフィギュア、出来がいいかはちょっとね、おお、おお、これはちょっと。はい、ちょっとね詳しく紹介させていきます。
ちなみにフィギュアの下の台座、この部分に NFC とかなんかタグがね入っているようです。ここでスマートフォン接触してね認識してゲームで使えるみたいです。ということで2000年代の邪神像とまではいかないんですけども、まあまあそれなりに結構ねひどい作りでした。一体ねこれ元ねいくらしたのかな、多分200円ではないと思います。結構高かったんじゃないかな、700、800円したんじゃないかなって感じがします。それでは中ぐらいの方いきます。中ぐらいの方、おいしょっと、これは当たり枠ですかね。フェイトグランドオーダー、バビロニアの金のアーチャー、まあこの時はアーチャーじゃないかキャスターなんですけど、ギルガメッシュキャスターですね。フィグマミニかな、ギルガメッシュということで価格1000円ということでね、はい、もうこれ一つで元取れてる感じですね。あーそっか、王様ですね。これ一体だけ来ても嬉しくないですね。他にもっと買ってくればよかったですね。ちょっと時期的なものなのかな、ですよね。今年ね7周年ということでね、アニメ化されてたのが2019年の頃なので、まあ今年22年ということでもう3年経っちゃってるのでね、はい、余っちゃったのかな、ちょっと言い方悪い、はい、余っちゃったのかな。それでは最後、なんか結構でかいです、おもちゃなのにでかい、おいしょっと、何これ、フォトフィルムなのかな、フォトフレーム的な感じなのかな、ちょっと僕見ます。フォトデコセット L ということで、写真を可愛くデカおっちゃおうということです。一応ね、パソコン用の写真用紙がついていて、なんかこのペンとかね、このねシールでね可愛くこういった感じにねデコってねみたいなね感じの商品です。写真デコったりとか、あのチェキとかで綺麗にねこうデコれる女性の方いるじゃないですか。すごい能力ですよね。やべえな、デコれないデコれないデコれないということで、まあこれもそれなりに高かったんだろうな、富士フィルム。まあこのね写真用のね紙だけでもね結構ね値段すると思います。はい、ということで、はい、新春蔵出しという、ちょっと間違えてしまいました、蔵出し新春秋葉原で買ったPSP ホビー福袋を開封してきました。まあ PSP は外れではないんですけど、ちょっと微妙な感じだったんですけども、おもちゃ福袋に関してはまあまあ元はね取れる、結構ねそれなりにいい感じ、おもちゃ好きとかねアニメ好きな人だったらねいいんじゃないのかなといった感じのものが出てきました。今年ほんとね何やってもうまくいかなくて、まあメンタル的には落ち着いてて、まあそれでもメンタルフィジカル的にねまだ本調子ではないので、ちょっとね難しいことをやるとね途中でね詰まったりすると、そこでねまたねあのテンション落ちてきちゃうので、まあ当分ねもうちょっと難易度をねあの下げて、まあいろんなガジェットを紹介したり、ガジェットで遊んだり、まあわかりやすいことからねちょこちょこね、もうとにかく動画のね本数で、ね、増やしていこうかなと。投げてるな、投げやりな感じがするんですけど、まあそういう投げやりじゃなくていろんなね新しい商品買ったりするので、そういったものをねあの紹介しようかなとね、ちょっとの間ね思っています。ということで今回ね動画期間空いてしまったので、蔵出しでね福袋を開封させていただきました。この動画が面白かった、参考になった、またこんな動画ね見たい、こんな動画やってください、昔この動画面白かったですみたいな、コメントありましたね、コメント欄いただけると非常に幸いです。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。